ポケットミラーやっていきまーす。どうも、ザバース、こんにちは、こんばんは、かまくみでーす。じゃあ、前回はちょっと思わぬところでゲームオーバーになってしまったというところで、パート2、引き続きやっていこうと思いますので、どうぞよろしくお願いします。さあ、スタート。おしゃれな感じのスタートかなと思ったら、意外と普通だった。ファイル5だったかな？はい、来た！じゃあ、この鏡をはめてからの、これね。この鏡持っていかなきゃ。これを忘れちゃいけねえよ！はい、ということで、じゃあ、お、これ、前の電話の時もあったステージだと思うんだけども、止まっているわ。本の背拍子が吸い切れて題名がわからない。ね、題名のない音楽会みたいな感じ。題名のない本みたいな。何か書かれてるみたいけど、読めないわね。読めないで、足跡で汚れてる。触りたくない。潔癖症なのかなこの主人公は。で、これはここにも大きな鏡がある。あら。なんも映ってない。これ多分、鏡にめっちゃベタベタインクを塗られてる気がする。で、ちょっととりあえずこの上の方からちょっと調べていきましょうか。高いところにあって届かない。ここにあるもの、何が書いてあるか全然わかんない。そしてギシギシ音鳴ってんな。日記かしら？読む？表紙に何か書いてある。リトルグッディトゥーシューズ。リトルグッディトゥーシューズ？どういうことだ？おしゃれやな、ムービーシーンがついてる。若い頃、私は小さな村に住んでいました。辛い労働に凍えるような寒さで、幾度となく眠れない夜を過ごしました。これ、キラキラ光ってる、この左上のやつはお肉かな？いつも明るい未来を夢見ていました。贅沢なお菓子に、分厚いステーキ。お腹がいっぱい食べれるような素敵な未来を。私はある日、おばあさんが噂話をしているのを聞きました。森の中で、とある名を呼えば、誰かが願いを叶えてくれると。でもその誰かはどうやら、人間ではないようです。お後で調べようと思ってたのに、人形が歩いていった。いや、ちょっと後で調べようと思ってた人形がまさかどっか行っちゃった。先行っちゃったよ、もう。でも、ここに、あら。なんか、鏡が揺れてる？まるで水みたいに。鏡に飲み込まれていった。あれやな、今の鏡あれ、鏡じじいがいるな？妖怪。で、たどり着いたの？おや。どこかまたこの知らない世界に来たよ。これは普通の鏡なんよね。これは寝てる。かぼちゃっていびきをするの？いや、植物でいびきするってなったらそれは世紀の発見。全然ドアの方が開かない？で、このなんか、チラチラ光ってる。やつと、そしてなんかカボチャがまた。あら。彼女が来たぞ。マジか。石にされる前に目をそらさないか。わお。手が。触りたくない。なんかこうパチーンってなったのかな。あれかな。高圧電流が流れ込んでいたっていうような感じでございますかね。ああ、おしゃれなセーブ。ああ、癒される。何か探し物かい？どういう意味なの？とりあえず、ここの世界で、カボチャたちが喋れるってことなの？この、まさに今、この収録をやってる時は、もうちょうど、もうちょっとでハロウィンが始まろうとしてる時ですけどね。やばい、このちょっと、って寝てる音がちょっと可愛らしいな。さて、ただちょっと、どこに向かえばいいのかが、ドアノブが開かないだったからな。ここも閉まってるし、あそこ行けないし。こいつもな、もう一回喋ってみる？あ、寝たふりしないと疲れるぞ。寝ちゃったよ。どうしようかな。となると、もう、こいつは本当に寝てるしな。じゃあ、もう頼りなのはお前だけやけど、喋ってくれへんし。おやおや。これはどこに進めばいいのかまたわからなくなってしまった気もするけども。お、大きな金縁の鏡が壁にかかっている。ああ、それだけか。ドアものが開かない。これがなんか気になるんだよね、この光ってる。これもう一回調べる。ダメ。手が！あう！これ、あれかな。この女の子の声にこう、ちょっとこう、女の子のこのいやらしい声聞きたい人はこう、いいかもしれないね。身代わりに目を取られた。子供が遊ぶかのように奪われた。右目と左目が揃うのは私たちの願い。あなたの願いもその時叶うだろう。今なんか開いた音したね、扉が。こっち？開いたー。で、描画とは、描画とは自身の視点に基づく感覚。すなわち目の機能による知覚以外の何者でもない。頭良さそうでしょ？めっちゃ苦笑いしてたよ。最短、1785年、茨に囲まれた、これは、老齢の女性の絵。運命、1655年。胸に刺さった探検をつかみながら、深い海の底へ沈んでいく女性の絵。ほうほう。かわいそうな女の子。かわいそうだね。ということはこれ絵画が並んでんだね。かぼちゃの花は食べられるって知ってた？そう、かぼちゃの花食べれんの？それは知らなかった。実際そうなんだね。妄想1760年、取り巻きの若い女の子たちに囲まれた偉そうな貴族の女性の絵。この絵はスイッチじゃないわ。×。髪をシンクの炎で燃やしながらも祈りを続ける少女の絵。救済。周囲を死神や、悪魔を暗示するもので囲まれている。ベッドの上に横たわる女性の絵。これって実際ある絵なのかな？この辺の書いてる解説のやつ。無表情の子供首を両手で包みながら、玉座に座る女性の絵。おおおお、パンプキンチャーム。パンプキンチャームってなんだ？美味しいかぼちゃのパイになれるなら、僕は中身をくり抜かれても構わないね。まるでなんかコロッケたちがこう、どういう風に食べられたいか、みたいな感じに言ってるような感じなの。炎の中で情熱的に踊っている女性に骸骨が手を差し伸べてくれ。ほうほうほう。これは、金色の部屋の中で赤子の首を切り落とす様を見る。笑顔の女性たちの絵の、なんかめちゃめちゃ恐ろしいな。なんて恐ろしい絵なのって、ほんまや。絵の具で塗りつぶされてる。はいはいはい。薄暗い光が、窓から差している。花嫁、幽霊のように青白い少女が白いベール以外に何もつけず、彫刻を施された木製の椅子に座っている。正しい支配。様々な女性たちが祭りを行うかのように、男性の死体の山の上で踊り狂う絵。なんかさっきからすげえ嫌な絵しかないな。胸に刺さった探検のつかみ、唇に笑みを浮かべながら海の底へ沈んでいく女性の絵。なんか悲しいな。おこぼれてますよ。濁った黒い液体が額縁の下部から飛びのなく滴っている。で、これなんか、おや？なんかこっちを見てめっちゃ、なんか、欺くかのような、姉妹のように、自信に満ち溢れた女性の絵。綺麗な女の人。なんかこれだけなんか、何かありそうよね。またどうせ額縁からなんか出てくるんちゃうの。やっぱり。出てこなかったけどなんか喋り出した。小さなお嬢さん、こっちへいらっしゃい。誰喋ってきた。そこのあなた、ちょっといいかしら。はいあなたが持っているその鏡、ちょっと私に見せてくださらない？どうしよう。いや、ここは渡さないでおこう。ごめんなさい。この鏡は渡せないの。そう。それなら仕方ないわね。引き止めちゃってごめんなさいね。私はただその素敵な鏡をもっと近くで見てみたかっただけなのよ。じゃあ、さよなら。ごめんなさい。ごめんなさい。私のお母さんの形見なんです。でもなんか後でなんか報復が待てそうで怖い。大丈夫かな。ああ！やっぱ見せろってことね。わかりましたよ。見せますよ。やっぱり見せてくださるの？わかりました。どうぞ。大事なものだから気をつけて扱ってくださいね。と？あ！これを私がもらっておくわ。本当にありがとう。ちょ。ダメ！早く返して！ただじゃ返さないわよ。何でもするから早く返して今何でもするって言ったよね。今何でもする。あら、あなたからそんな申し出をしてくれるなんて、本当に嬉しいわ。私ここで見られているだけで退屈してたのよね。鏡を返して欲しければ、私の正面にいるあの女の左目をくり抜いてきなさい。もしやらないなら、あなたを鏡の代わりにしてもらって、あなたの鏡を代わり、まあ、鏡にもらっておくわってことか。どうしたらいいの？こいつ？やめた方がいい。やるべきなんだろうな。くそ。だってもうすでに右目くり抜かれてるやん。絶対これ。やろうか。ここは心を鬼にして。ごめんなさい！これ、こっちの絵の方が言ってるのかな。アナライシス！よくもやってくれたわね！呪ってやる！マジかー。くり抜いちゃダメだった？これもしかして、やっぱりか。もう一回か。はい、頑張ります。ちょっと一旦とりあえずここでセーブしとこう。で、とりあえずもうこの会話の方はもう話してるからいいや。で、ここで、パンプキンチャームを手に入れて、ちゅうことは、あれか、ここにも絵があることまず知らなかったな。象、眼帯をつけた女性の。なんだか怒ってみたいな絵。で、こいつが見下してる絵か。で、行きましょう。呼び止められた。ちょっと待って、こっちは反応しないもんな。あ、とか、そうだ、これ忘れてた。ピチャ、ピチャ。この濁った黒い液体がっていう風になってるけど、なんか関係あるかな？ね、一応鏡を渡しといて、で、ジャイアニズムちょっと出してきやがってね。ね、お前が持っている手鏡、俺に渡せ！お前のものは俺のもの！俺のものは俺のもの！って感じになってるから。ね、何でもするからってね。今何でもするって言ったよね。どうしたらいいの？私ここに見られたけど大事な鏡師匠だ。私向かいも左の右に行ってください。もしやらないなら。どうしよう。待てよ。この、なんか他の絵とかから、やれないのかな？なんか、ぐちゅぐちゅってなんか聞こえてくるけど。なんか他の絵でなんか代役、なんか、なんか代わりに目抜いていいですよっていう絵の人いませんかね。どなたか左目をくれる、左目をくれる絵画の方いらっしゃいませんか？困ったな。いなさそうだな。あれかな？俺一回動いちゃったから、そのまま、こう、なんだ？こうさっき、ここでやって、こういっちゃったから、ガシって捕まっちゃったから、こういったらいいんじゃないかな。やってみるそれで。うん。ちょっと待って、ここだとちょっとやりやすいから。じゃあ、行きましょう！ごめんなさい！これ素手でやったのかな？ダメだったー。どうしたらいいんやー。待てよ。ちょっともう一回石像のところちょっと話を聞いてみよう。身代わりに目を取られた子供が遊ぶかのように奪われた。右目と左目がそろうのだが、私たちの願い、あなたの願いもその時叶うだろう。ってことだから、今の人は右目がないんだ。右目がないから、右目を代わりに、ほら、こっち行けたな。おう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 。もう一度だけ見せてほしい。あら。なにこれ。私は鏡に映る幻を見ました。鏡の中にだけ映る、二対の赤い瞳。二つの瞳は瞬き一つせず、ふっと私だけを見つめていました。目覚まった時、私は記憶をなくして何も覚えていませんでした。でもこれだけは、はっきりと覚えていました。私ではない誰かになった記憶。そもそも私は誰なの？そして、あの時私は誰になったの？絶対に私じゃない誰かに私はなったのよ。私の中に残っている記憶。それは、小さな部屋の中で座っている私。あるはずのない赤い瞳が部屋の中に幾度となく現れては消える。私の頭の中の残った記憶はそれだけだった。そして私はこんな結論以外にたどり着けないのです。私という存在は今もあの赤い瞳に完全に支配される。ああ、だから目が見えない少女のこれお話を書いてるのか。その小さな部屋にいたとき、私は夢を見ました。とても鮮やかでくっきりとした夢でした。暗い壁の先にある出口へ私を導くようにまっすぐに続く赤い絨毯。どれだけ歩いても出口には全くたどり着けませんでした。その時でした。私は知らない世界へと突然投げ出されました。うん。目の前の鏡の向こう側にある違和感。鏡に映った私の姿。絹のように精細な、長く言われた茶髪。綺麗な赤い瞳。私の目の前に立っていたのは、フリルの服で着飾った可愛らしい女性でした。この人は誰？これが私なの？私は思い出したように、手を自分の方に当てました。こうやね。その時の感触は今でも覚えています。柔らかな肌の質感と自分の意志で自由に動かせる手。この両手は私が動かしているとはっきりとわかりました。自分を動かせるという初めての感覚が体中に溢れ、それ以外何も考えられなくなるほど、私は興奮しました。イヒーって。私は生きてるんだ。この鏡に映っている少女は私なんだ。呼吸もしている。生きているんだ。ね、僕らはみんな生きているってね。生は確か、生じゃねえよ。生は確かに私の体の中にありました。そう、この時までは。ふと後ろを振り返ると、あの小さな部屋の中で見た光が、私を照らし、私は目がくらみました。そして目を開くと、そこは私がいた場所でした。最初に私がいた、あの古びた部屋の中でした。そして同時に、さっきまであった、生の感覚。それさえも、私は奪われていました。ああ、お願い。私に、あの光を見せて。もう一度あの光をお願いだから。私にせよ。なんて悲しい物語なの。なるほど。脳と目をとつなぐ神経は非常に精細であり、移植で完全に神経をつなぐことは未だ困難である。完全な眼球移植法の開発が待たれる。ということで、ここには多分目が見えない少女が、目には目をか、あれだね、半ぶら見法やな。窓が汚れていてほとんど光が入ってこない。それぞれ瓶の中にはゼラチン状の肉と血液の色に染まった液体、そして異常に膨らんだ大きな眼球が浮かんでいる。わお。泣き声が聞こえるな。あ、やった!パンプキンチャームがまた見つかった。クリーチャー。あの光をもう一度見たい。何かそこにいる。ほほう。ちょっと待って。っていうことは、ここにいるのが、ん?あ、これ移動できる。これなんだ?これなんだ?あ、邪魔になっちゃった。あれなんだろう?あれをなんか、謎解きになんかなんだろうな。このカランカランって動かしてるやつはなんだ?ん?なんか光ってんな、この辺。この辺光るな。ちょっと試してみよう。おー!来たー!なんか光ってんなと思ったから、やってみたけど。もう一つ光を反射するものがあれば、あ、そういうこと。もう一つ光を反射するもの。あ、手鏡やん。おー、来た。ここに鏡を置けば、使いましょう。そっか。その怪物なし光を浴びさせることができるんだ。ありがとう、お嬢さん。やっと返すことができた。え?あら!赤い目玉を手に入れた。ついに、また出会うことができた。あららららら。何書こうとみたいなことしちゃってんの。じゃあ、この鏡を持っていかないと。ね。俺忘れちゃいけないからね。あ、ちなみにさっき私、加工トンみたいなことしてんのっていうことなんですけど、三国志にいる武将の中で加工トンっていう人がいてね。で、加工トンは、ね、その自分の、確か、これは右目?まあ、いや、どっちか、その片目をね、自分で自らくり抜いて食べたっていうね、伝説があるんですよ。なんで、その怪物も自分からこう右にこうね、こう目玉をぐりぐりってくり抜いたから、何加工トンみたいなことしてんのっていうのはそういうところです。ということで、じゃあこれで、あれだ!さっきの、この謎解きが解けるはず。こいつの。まあ、その謎を解く前に、これ一応やっとくけど。でも多分これただの脅かしのような気がするけどな。と、あとはあれだ。行きますけども、その前にちょっとウェイト。ちょっとウェイト。これ。こうやってね。はーい、回収。これ多分ね、なんか、トゥルーエンドに行くためのなんかフラグみたいな感じにアイテム取るんじゃない?もしくはなんかこう、最後のスタッフのこう、挨拶の、ゲストルームに入るためのなんか、アイテム回収みたいな感じじゃないかなと私は思うわけでございますよ。で、鏡を渡します。で、このいやらしい笑い方ね。笑い声な負けなくてよ。っていう風になるから、何でもするから、と。で、正面の女の目を左目をくり抜きなさいということだけども、じゃあ、代わりに、これを、さ、あれ?あ、もしかして、やめといて、違うでも、くり抜いちゃっていいのかな?いいのかな?くり抜いちゃって。どうしようかな。どうするやっちゃうか、やっちゃうしかないな。この加工トン少女やるしかないな。くり抜いちゃうか、くり抜くしかないか。いやー、待って。いや、私さ、ほら持ってるじゃん、赤い目玉。ダメか。わかった、やってみるよ。で、ダメだったー。難しい、ここの謎解き。さあ、頑張るか。いくぜ。目玉をくり抜く。いくぞ。ああ、来た来た。来た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 。いやー、間に合ったー。ふぅ。青い目玉を手に入れた。これ、まさか鬼ごっこすると、もう誰が予想しようか。さて、ちょっと入ってみる一回。セーブしたし。おー、なんか一気に雰囲気が。随分暗くなったね。まあ、君が暗くしたんだけどさ。うわー、なんじゃこれ。すげえ黒カビだらけ。目玉をくりむくなんて勇気あるね。君のファンになっちゃったよ。握手会は開きませんよ。うわー、目が。そして目を閉じてるシーンとか。うわー、とか鏡返してもらわないと。そうだ。いい君だわ。これで今から私がナンバーワンよ。そんなことで。はい、このおもちゃは返すわね。返せよ、誰もの手鏡を。どうなってんの？神聖か、絵は引き裂かれ。そこに座っていたはずの女性はもうどこにもいない。ごめんなさい。もうこれは罪悪感しかないわな。いやー、これでもさ、改めて思うんだけども、このゲーム雰囲気が素晴らしすぎるわ。そのダークなメルヘン、この、なんか幻想的な世界とそのダークなホラーの融合っていうんですかね。それがもううまいなーっていう。じゃあ、これで、痛い！どこに行けばいいんだかな？またしまった。あれ？どこに返せばいいんだ？目を。ちょっと待って、目を返すにはどうしたらいいかな。ちょっと待って、セーブ。なんか、どこに目を返せばいいの？身に目を込まれた。子供が遊ぶからに奪われた。左側に出しないで。あ！そうか。ここで使うんだ。ほら。で、どうだ？ご親切痛み入ります、お嬢さん。やったー、進んだー。セーブしとこう。はぁ、ちゅうことで、じゃあ、また次回にやろうと思います。ということで、続きになりますけど、また次回やっていこうと思います。以上、あくみでした。ご視聴ありがとうございました。